今日は肩のトレーニングでダンベルのショルダープレスをですね、ちょっと今からやってみたいと思います。ということで早速ね、ウォーミングアップから始めていきます。まずはね、16キロのダンベルを持って1セット目を行います。いきます。という感じです。ですね、僕はこの今のダンベルのショルダープレスをやるのはですね、すごい久しぶりなんですね。というのも肩をですね、僕は去年の、秋ぐらいだと思うんですけど怪我をしてしまって、それ以来肩のですね、プレス系の種目が全然できなかったんですね。でやっとですね、1年ぐらい経って痛みがだいぶ軽くなってきたのを最近、実感してですね、でプレス系の種目を試してみたんですけど、その中で一番こうマシンできるというか痛みの少ない種目がダンベルのショルダープレスだったんですね。っていうことをつい最近気がついてですね、で、今日試しにやってみようということで今まさにやってるわけなんですけど、だからどのぐらいまで重量が持てるかとかね、全然わかんないので、やりながらちょっとねこう試しながらやっていこうかなっていう感じです。で、今16キロは問題なくできましたので、次はねちょっと20キロにしてみたいと思います。ということで2セット目よっと。で、このスタートポジションを今ここにしてるんですけど、ここがね、まあ、ギリギリ肩がこう痛くなく下ろせるとこかなっていう感じですね。これでもちょっとね痛みがなくはないんですけど、多分ひどくなるような痛みじゃないかなっていう印象です。だから肘をねちょっと通常のショルダープレスよりもやや前に出してます。よいしょ、これ大丈夫ですね。もうちょっと重量上げてみます。で、今言ったみたいにですね、肘をちょっとだけ前に出してやってるんですね。これをね横に持ってくるとまだちょっと痛いんですよ。だからその辺は探りながらやってるっていう感じで、だから最初にこう持ち上げた時に、1回目ゆっくり下ろした時にですね、こうその痛くないラインっていうのを探しながらやって、そこをうまく見つけられたらそのラインをキープして行うっていう感じでやってます。で、最初にねダンベルを持ってくる時に僕こうやってふんってこう勢いつけてやってるんですけど、本当は膝の上に置いてね、こう片っぽずつ上げてっていうやり方を本当はやりたいんですけど、ここもね、なんだろう、こう上腕筋のあたりかな、ここもちょこっと痛いんですよ。で、ダンベルをこう持ってきた時にその痛めた部分がですね、こうピキッてなるのが嫌だなということがあって、だからこう最初にですね思い切り勢いをつけてここまで持ってくるでやり方でやってます。まあね、いろいろこう不具合のあるところが多くて嫌になっちゃうなっていう感じなんですけども、まあね、プレスの種目ができるようになっただけでもマシかなっていう感じですね。ということで、重量をね上げていきます。16、20ってきたので、まあ、その流れで24にしてみますね。よし、じゃあ同じようにビュッで、ここからこう探りながら下ろしてきて、ここなら痛くないのでこのままっていう感じで、まだいけそうですね。もうちょっと上げてみたいと思います。
ょっと息が上がってきましたという感じで、まあ、探りながらですけど一応なんとかできてますね。で、こう上げる軌道もですねやや気持ち内側に入れてるんですね。その方が肩の負担が少ないので、まあこう調子見ながらですけど、肘の曲げ具合っていうのも調整しながらやってます。でやや内側に曲げ気味でやってるので、まあ気持ちね上腕三頭筋に負荷が逃げるかなっていう感じなんですけど、まあ、でも肩のこう痛みを感じずにできるラインとしては今のやり方が一番自分に今の自分にはですね合ってるかなっていう感じで、そういったフォームを意識して行ってます。で、インターバルは今ぐらいな感じでちょっと短めを意識してやってます。まあ肩をね怪我してるっていうことでそんなにこうめちゃくちゃ追い込むつもりもないので、できる範囲でっていうことで、ちょっとねパンプさせるっていうことも、イメージしながらのインターバルということで、じゃあ、同じ流れで重量上げてってですね28にしてみたいと思います。よいしょ。じゃあ28キロ、この辺まで来るとねこう振り上げるのも結構大変になってくるんですけど、ちょっと勢いつけてよいしょ、よいしょ、ふう、はあ、このぐらいの重量がちょうどいいかなという感じですね。はあ、結構肩に効きました。こう今見てて画面で画面越しに伝わったかどうかは分かんないんですけど、僕はですねやっぱり左の方が先にダメになっちゃいます。だから今のもう右はまだ上がったんですけど左はねもうあれ以上上がらない感じで、だから最後少しこう体が歪んじゃったので、まあその辺がちょっとね画面で見て取れたかどうか分かんないんですけど、ちょっとこういう感じで、だから右は伸ばしきれたんですけど左に合わせてストップする、左がストップするところで高さを合わせてやめてみました。なのでね下ろすときに、まあ、左はこうストンってきちゃうんですけど、まあ、なるべく気をつけながらですねラインをずらさないように、まあ、こう下ろすっていう感じで、まあ、そこをね注意してやってます。という感じで、でもね肩は結構張ってきましたね。右も左も同じような張りを感じられています。でこの1セット終わった後にですね肩がこうどういうふうに感じるかっていうのは結構大事かなという感じで、今は痛めた部分に少し違和感はあるんですけど、その刺すような痛みじゃなくてただなんかボワンと、まあ、腫れたような感じっていうか痛みじゃなくて違和感でとどまっているので、まあ、これなら大丈夫かなっていう判断ですね。これがね例えばやってる最中刺すような痛みがあって、でそれでできるんだけど終わった後もちょっとこう薄くような感じだと、まあ、これはちょっとやめた方がいいかなっていう判断になりますね。まあ、その辺の基準っていうのは本当なかなかこう線を引くのは難しいんですけど、まあ、でもそこをね無理してやっちゃってひどくするこじらせちゃうってことを昔はよくやってましたので、今はそういう刺すような痛みがちょっとでも感じる場合は、まあ、その種目はやめちゃうっていうことをですね意識するようにして、とにかくこじらせない、怪我をねひどくさせないっていうことを
意識するようにしています。まあ、でもそうやってやっててもね、結構長く今回は、治るのね時間がかかっちゃってますので、やっぱり昔から何回か怪我してますからね、そういった古傷の部分もあるかなと思いますので、左肩はねちょっと記憶にはこう曖昧ですけど、多分何回も怪我してますので、まあ、そういったこう古傷の部分がねまた何かの、きっかけに再発しちゃったとか、まあ、そういったケースも考えられますね。ということで、本番の2セット目いきます。重量的にはもうちょっと上げても、だから30にしてもできるような気はするんですけど、まあ何しろ久しぶりのショルダープレスということで無理はしないようにこの重量でもう一回いきたいと思います。よいしょ、やっぱり今のセットの方が痛くないですね。だんだん温まってきて、こう肩が自由に動くようになってきたかなっていう感じです。こういった感じでセットを進めるごとにこう症状が軽くなっていくっていうのは、ある程度治りかけている証拠かなっていうふうに僕は捉えるようにしています。だから最初は痛いんだけどやってるうちに痛くなくなっていく、まあ、これはねある程度治りかけてる証拠かなっていう気はしますね。まあ、その辺のね線引きもさっき言ったみたいになかなか難しいところではあるんですけど、まあ、この辺は経験というか過去のその、まあ、症状というかそれと照らし合わせてねやるかやらないかっていうのは僕は決めるようにしています。ということで結構肩は張ってきたと思います。どっちかっていうとやっぱ左の方が張ってますね。左の方が限界までできているので、右はもうあと 1,2 回いけそうな感じはするんですけど、左に合わせてるっていう感じです。まあ、これはね怪我に限らず、左右差って必ずあると思うんですね。でそれで上がらなくなった時にどっちに合わせるかっていうのはなかなか迷うところではあると思うんですけど、僕は上がらなくなった方に上がる方をですね合わせるようにしています。まあ、そうしないとね体っていう感じがますので、まあそれがいいか悪いかっていうのはちょっと分かんないんですけど、例えばこの肩の怪我のせいでベンチプレスもですね、ベンチプレスというか胸の種目もですね先に左の方がダメになっちゃうんですけど、でも右は、まあ、まだ余力があるかもしれないんですけど、その上がらなくなった左に合わせて、そのセットは終わるっていう風にしています。まあ、一応それでも張りはね感じられますので、まあ、それでいいかなみたいな、まあ、そういった軽い気持ちで行うようにしてますね。右追い込めてないけどどうしようみたいな、まあ、そういった考えてるのは今はもう捨てちゃうようにして、まあ歪んであげるよりはね、均等に上げて終わればいいやみたいな、まあ、そんな感じで捉えるようにしています。よし、ということで3セット目で、ここで重量を落とすかこのままやるかっていうのは、まあ、これもね迷うところで、これは本当に僕は気分次第で変えちゃうんですけど、今日は同じ重量でやっちゃいます。まあ、主な理由は戻すのがめんどくさいっていうのもあるんですけど、まあ、さっき7回かな、ある程度回数できたので、まあ、そのままでいいかなっていう判断ですね。よし、じゃあセット、よいしょ、
だいぶ上がる回数減りましたね。左は特にもうだいぶ言うこと聞かなくなってきたかなっていう感じです。まあこれで肩はね、プレスで十分追い込めたかなっていう感じがしてます。だから、ダンベルのショルダープレスはこれで終わりということで、まあ、あとはね、他の種目に移ろうかなっていう感じなんですけど、その他の種目なんですけど、こうレイズ系の、ね、種目はちょっとねまだ痛いんですね。あとさっき言ったこう肘の痛い部分とかもあまり重たくするとビリッてきたりするので、だから今はレイズ系の種目とかアプライトレーニングみたいなね、ああいう種目はあまり重たいのじゃなくて軽い重量で、なるべくストレクトにですね、チーティングとか伝わらないように今は行うように意識しています。ということで、あと、まあ、サイドと、フロントリアを鍛えて終わるんですけど、まあ、それはね、軽い重量でとにかくフォームを意識したストレクトなやり方でやってみたいというふうに思っています。という感じで、まあ、このセットで終わろうかと思ったんですけど、もう1セット軽い重量でやってみようかなというふうに気が変わりましたので、最後ね、22でもう1回やってみたいと思います。こんな感じでセットの組み方って結構いい加減に決めちゃうところもあったりするんですけど、まあ、その時の、反応次第でよいしょ、まあ、その辺はこう、まあ、いい意味で適当に決めるようにしています。よいしょ、ちょっとせなんか最後はいい感じに左右均等に押し切れたような気がします。肩もねしっかり張りましたね。はい、っていう感じです。右も左もしっかりと張ってます。はい、という感じで、今日はダンベルのショルダープレスの、行うところですね、撮影してみました。どうしても左が弱いものですから、左右、均等じゃない方になってしまったと思うんですけども、まあ、僕の中では、久しぶりのトレーニングとしては上手かなっていう感じで思っています。怪我した時の、ね、対処法だったりとか、その怪我から再開した時のやり方の、まあ、一つの例としてですね、今日のトレーニングが参考になれば、嬉しいなというふうに思います。はい、という感じで、ダンベルのショルダープレスでした。今日もご覧いただきありがとうございました。